こんにちは。ピラゴチャンネルです。今日は、武蔵打撃改造ということで。今やってたんですか？はい。懐かしい。つい最近の話です。木田さんにスイングとか、教えていただいたんですが、それを実践で試してきました。お、やってきた。はい。動画に収めてきましたので、ちょっと見ていただいて、ご指導いただければなと。かかってよ。はい。泣くんじゃん。泣く覚悟で。泣く覚悟で持ってきました。おお、はい、これが第一打席です。1回、ツーアウト満塁の場面で回ってきました。ピッチャーは、右の結構速球派で130中盤ぐらい出たんじゃないかな、まあまあ早かったんですよっていう場面で、で初球結構厳しいストライクで、2球目は外に外れてボール、で3球目が変化にタイミング合わずに空振り、ワンボールツーストライク、はい、ワンボールツーストライクです。で、まあ、ここからはもう木田さんの教えの通り、最短じゃなくて後ろを切るのを意識をしました。雰囲気だけ一応出すね。外まっすぐ、振り遅れ三振。なるほど。が第一打席。まずツーマンでしょ。はい。で、優先順位を一番最初考えるの。ランナーを返す。そうだろ。優先順位で考えていかないの、打席のプランって。はい。一番最初に何しないといけないか、ヒット打ってランナー返すが優先順位高いじゃん。で、どういうスイングしていったらヒットになるのかっていう次になる、考え方として。そうすると、まあ、セオリーで、はい、球速いやつ、じゃあポイント前にしといてセンターに打ち行くぞ、こういう考えなのよ、普通は。前も言ったけど、状況判断をしてツーアウト満塁です。どの球を、どの球種の、どのコースを、どういうスイングでどこに打っていくが明確だって言ったでもあるもん。そういう意味で言うと、これは多分、俺から言うと何も考えてない打席。明らかに準備不足っていう。準備不足っていうか考えてない。打つだけ。だから、1、2球追い込まれるまでは自分のプラン通り行っちゃっていい。思いっきり球速いんやったら前に置いて、パチンって捌くとか、最短でカチンとインハイ打っていくとか、自分のそのプラン通り打てる球を狙っていけばいいだけで、対ピッチャーになってないよね。はい、そうですね、確かにそうだ。俺はもちろんこういう力で打っていくぞっていうのは明確しないといけないけど、来てあの謎を軽く見逃すじゃん。3球目結局変化球を簡単に空振りっていう、追い込まれるともう焦る、もう、そうですね、なんていうの、精神的にはもうすでにこれ、こうなりますよね。2打席目、2打席目は、ツーアウト1塁の場面。ツーアウト1塁、はい、なるほど。意識は、もう正直、プラン正直、もう漠然としてましたね。一緒でした。できれば引っ張り系のヒットが打てたらいいなっていう。ヒットゾーンどこ？ヒットゾーンはもう、一番広いところ。1、2塁間。うん、何しなくちゃいけない？引っ張り方向のに打球を飛ばす。1、2塁間打ってって、1、3塁作るやん。はい、で、次の人にバトンを渡すっていうのが最高の場面でしょ。はい。で、その最高を狙いに行って、そうすると、1、2塁間にゴロ打っていうか。ゴロ打つ。うん。はい、いや、いい。ようやく振ったよ、これ。はい。まあ、なんか前出たね。だけど、打ち損に。うん。確かに。高め。おーおー、何投げても OK だもん。なんとか拾ったって。まっすぐ詰まる。変化球泳ぐ。だから何投げても OK ない。やられた感あるけど、はい、自分からやられに行ってるからね。確かに、いや、振り返ったらそうですね、完全に。やっぱりね、打席でやるべきこと3つ。まずは状況判断しましょう。はい、今何回で、何点差、何アウトなのか、でランナーどこなのか、はい。で、状況判断したら次なのか。狙い球。違う。今自分が何をしなくちゃいけないかが2番。3番目は。実行する。そう、徹底してやるってことだね。この3つしかないわけよ。なんで打つだけじゃダメかというと、めちゃめちゃこのキャッチャー考えてるわけ、あなたを抑えるために。で、ピッチャーも考えてるよ。ピッチャーしたことあるでしょ。はい。で、この人は近くでめちゃめちゃ見てるの、あなたの動きを。で、こうやって二人がかりで、武蔵を打ち取ろうとして、思いっきり考えてるのに、自分だけ打つみたいな。考えて打つよ、ね。ダメ出しがすごい。状況が最終回の、表。のツーアウト、最終バッター。何対何？ 0-0 です。おぉ。カウントは？ 2 ボール1ストライク。おぉ！外の、流したね。はい。で、まあ、最後は、まあ、追い込まれて、うん、まあ、いつも練習してきた形の、
ちょっとミートポイントを長くっていうのを意識して、ね、軌道の中にこうボールが入ってきてくれたっていう感じです。これちょっとさ、武蔵に前言ったの覚えてる？ワンストライクになった時の次の球の話。ああ、絶対ストライクを取りこれね、視聴者の人たちもこれちょっとね、試してみてほしいんですけど、例えば初球バチンといきなりストライク見逃しちゃったっていう場面の時に、ああ真ん中見逃してもうたって時のバッター心理はどう？追い込まれたくないから振りに行きたくない。今の表の話ね、表っていうのはバッターの話です、で裏はどう考えてる？裏っていうのはバッテリーの話、はい、これセオリーの話ですかね。裏書くとかそういうことじゃなくて、もう普通に考えて今心理的に追い込まれてるわけでしょ、もう、追い込まれる一本前よ、心理的にね。だからどういう行動出るかって言ったら振りたいよ、戻るけど、裏はそういうことを考えるとボール OK なの、次の球で、あわよくば打ってくれるかも、そうするとファール、だからボール組んじゃねえかなっていう確率上がるわけで、はい、そうすると一回見逃してみようかなっていう風に遊んでも面白いわけ、うん、だから俺は結構プロの時はバーンってちょっと甘いの見逃しちゃった時はあえて2球目は見逃すっていう風にしてたの、まあ、スライダーないしツーシームないしフォークである程度低めでファール打たせるとしてくるの、バッテリーってかなりの確率で見逃すんだけど、もっとねちょっと演技も加えて見えてますよみたいな雰囲気の見逃す方をする、うん、そのカウントはワンワンなんだけど、ちょっとねあれ裏のバッテリーもちょっと考え出すの、あれ見えてんな、ど真ん中初球見逃した時点でこんな差がつくから心理状態が、はい、でこのまま進むとファール打っちゃってもっとツーナッシングになっちゃって幅広がるじゃん、でこんなんでまあなかなか打つ確率でやっぱ厳しいじゃん、はい、なんか どれだけこう精神状態を上にしながら、ね、自分のプランで打っていくかっていうのはこのバッティングの面白さでもあるけどね、なんで今日のやっぱ見て皆さん分かったと思うんですけど、前もねこう動画で説明したんですけど、打席でやんないといけないのは3つ、状況判断をしましょうと、1つ目、だから今何回で何アウトで何点差なのか、ランナーどこなのか、そのぐらいまでパパパパパッとあの5秒ぐらいではもう分かるようにしといて、それを踏まえて2つ目は自分の役割を明確にする、やるべきことを明確にする、ね、はい、3番目は徹底する、徹底してやるってことだね、で振り返るとプランはあんまりねちょっと甘い、はい、打席立つ前の準備がお話になりませんでしたよって話だね、はい、だから今日はね反省してください、はい、ということで、はい、今回は以上になります。